iPad をガラスの上に置いてそこで見る怠け者ですね。おい、なんでこれ私いつの間に撮られてんだよ。誰撮った？ママ？ママ撮った？やめてよ。ちょっとね、私がね、こういう風にテーブルの上に置いてその下から覗いてるところ撮られてしまいましたね。ちょっと恥ずかしいよ、本当に。ママもうやめてね。ああ、いいよ。ということでごめんなさい。何このソーセージみたいなやつ。なんかいろいろ詰まってるんですけれども、これトイレットペーパーか。トイレットペーパーにトイレットペーパーの芯が詰まってて、あ、絶対これトイレットペーパーの芯捨てんのめんどくて、トイレの中で爪に詰めまくったやつじゃん。これ私ですね。ありますもんね、トイレでね、トイレットペーパー使い切って、うわ、トイレットペーパーの芯だけになった、これ捨てに行くのめんどくせえなみたいな。だったらここに1個置いてそれを継ぎ足していく。ナイスアイデアですね。皆さんもめんどくさいと思った時この戦法を使ってください。もうずる賢いですね。天才ですか。おい、なんでまたこれ私取られてんの。これもね、天才的ですよね、私ね。二段ベッドなんで上の引っ掛けるところにハンガーを吊るして、あれ、ここに iPad 置けねって思ったんで置いたらね、もう超絶めちゃくちゃいい場所に来た。いいよこれ、皆さんも作ってみてはどうでしょうか。ちょっと自分で自分を褒めたいですね。おい、組み立ててやれ。確かにね、テーブル欲しくて買ったんだけれども、あれ、これでいいんじゃねっていう風にね。極論すぎません？そこまで合理的すぎる人も好きですけども、作ってあげろよ。そこまでしたら買う必要なかったよね。段ボールだけでもよかったですよ。スーパーとかから取ってきてください。いや、これもしかしてスーパーから取ってきたやつ。おー、ちょ待て、ん？あれか、 ABCDEFG をアルファベットで書いていく、その宿題。もう他のやつはね、まあまあ書いてるんですけれども、 H、 あれ、この H つなげればいけねということで、階段か、これよじ登れそうだね。 H を1本ピーってやった後線引くだけ、天才ですねこれね。皆さんもありませんか、漢字ノートに同じの書きたいとき2本鉛筆持って2個ずつ変えてくみたいな。それは器用すぎる。宿題でね、こういう風に同じの書くやつめんどいんでね、天才的なことを思いつきましたよ。これ何？鍋ですけれども、どういうことでしょうか。この鍋、あれですね、自分の自宅ですね。なんで自分の自宅を撮影してるのかというと、お湯が溢れないようにパソコンから監視してるようですね。そこまでめんどいか。そんなめんどくさい？監視するの。だからといってね、パソコン用のカメラ遠隔で見て、あ、沸騰したなとか、パソコンから確認すんの、その設定の方がめんどくせえわ。ちょっとぐらい見とけよ。起きたこれ、ジェームス君。お、隣の人なんか笑いこらえてんじゃねえかよ。こいつなんでこんなストロー使ってんのみたいなね。わかるよその気持ち。ソファーにくつろぎながら飲み物飲みたいよね。んで長いストローを使ってるんですけれども、隣の人も笑いこらえんのきつそうですね。おい、ちょっと待て、これは悲しすぎんか。クリスマスツリー立てるのめんどくさすぎて。何このピロピロ、100均のようなね、クリスマスツリーはちょっと悲しいですよ。ちゃんと作ってほしいね。なんでこんな風になったんでしょうか。ツアリストっていうことで、ここが観光案内所ですね。ここに全て聞いてくださいということで書いてあるのが Google。あ、ググレってこと？なんかめっちゃバカにされてる気だね。スマホ持ってるよ、大体。なんでそんなことを、ちょっとね、いちいち聞かずにググレよっていう風に、後ろから言われてる感じでムカつきますね。舐めてますよ、これ。あ、ちょ、待て、これ。ハンズフリーの替え？ここまでして、持ちたくないか。イヤホン型のね、買えばいいのにそこをあえて使わず。すごいね、ジョニーくん。普通に買ってください。おい、出してやれよ。なんで届いたままそのまま置いてんの？まだ包装剥がしてませんよ。悲しいね。ちゃんと買ったのにね、包装のままでいいやみたいな。剥がしてほしいですね。え、なにこれ、何してんの？寝っ転がりながらスマホを見て、なおかつここになんかカメラがありますね。絶対これスマホで見てるやつじゃん。これ実質も YouTube と変わんないよね。あ、あれかな？音声だけ生で入ってくるみたいな。家で見とけよって感じですよ。これ立つのがめんどいより腕上げてる方がめんどくさい気がするんですが。違いますかね？こういうチートね。10時マイナス1アワーということで1時間引く。あー、これ壊れてるからということですね。それくらい直せよ。え、何？1時間戻すのめんどくせえから
まあ、マイナス1時間って書いとけばわかるでしょということで。ずるいね、そうやって直した気になってんですか。時計修理すんのそんなめんどいかな。多分もう埋まっちゃってるタイプなんでしょう。まあ頭いいですねこれ。これ何これ、筒みたいなやつがあるんですけれども、どういうことでしょうか。この筒の先にゴミ箱。逆に楽しいわ、ここまで行くと。あれでしょ、下まで降りるのめんどくさいから、だったらゴミ箱に自動的に入る装置作っちゃえということで、このホース的なやつを作ったんですが、まあ、天才的ですね。普通にすごいと思うわ。めちゃくちゃ欲しいもん。ああ、これね、この段ボールね、この赤さんがね、いろんなところに絵を描いて汚すくらいならもう捨てる段ボールに変えちゃえということで、これ天才的な使い方ですね。紙とかだとすぐ埋まっちゃうし、書いてる感ないから段ボールにするってことでね、いい使い方ですね、天才ですよ。あーはは、あ、これね、私の夢ですね。こういう飲み物を持つのもめんどいから、ストロー超長くすればいいんじゃねということで開発したのがこの超長いストローですね。夢ありますよ、超絶ロマンですよね。こういう系のストローを使って寝ながらとか飲みたいですよね、直角に曲げてね。でもね、こういうストロー Amazon に売ってるんで買います。いいねこれ。さてこれ、おっと、みんなここショートカットしてんな、えぐれてるぞ、怠け者すぎないか。ちょっとぐらいね、カーブ行くのも億劫っていうことで、もうショートカット道作っちゃえっていう風に自転車の道作りましたね。もう新しくまた左の方にもっとショートカットしたいから削りまくろうみたいな、そういう道出てきてもおかしくないですよ。そんな行き急いでるんですか。はい、これね、猫さんなんですけれども、どういうところがチートしているかわかりますかね。これね、電気を消したりつけたりしたいときに使える方法なんですけれども、もうソファーとかからね、レーザーポインター的なのを当てるとね、猫が勝手にバシッてやってくれるんですね。有能猫ですね。ちょっとね、皆さんも猫飼ってたらぶつけたいところに猫パンチしてみましょうか。さてこれはニンニクですね。あれ、ニンニクがこんなところに置いてある、めんどくさくて適当なところに返したみたいな、そういうこと。あ、後ろもニンニクですね。あ、これ生のやつちゃんと買えってこと。めんどくさがって作られたやつ買うなという、そういう店からのあれですかね。別に普通の売ってるやつでもいいんじゃないですかね。これはスマホに絨毯を移して、あ、絨毯を買いました的な、それだけじゃねえか。それ以外何もできないよねこれ。あれかな、こうすると置いた時のデザインが想定できるよっていうね。あ、このやり方いいね、参考にしますよ普通に。ということで、またこのようなものがあったら紹介したいと思いますので、お楽しみに。では、せよ。